交渉解禁則での契約成立。当日朝は7時半ぐらいに着信が5件ぐらいあったそうで、かけ直したら代理人のボラスさんからどんな契約が欲しいんだと言われたという質問に、3年契約の10ミリオン約13億円ぐらいがいいですねと笑いながら答えたところ、5年90ミリオン約124億円おめでとうと返されたと明かした。過度なプレッシャーかかってそう、さすがに安く言いすぎ、絶対その値段立ってたやろ、10倍だぞ10倍、今から野球始めるわ、野手番井川深彦、井川に連絡取ってそう、こんなもらえるならいけるんならみんなメジャー行くのは当然、中地を守備の名手として打ったボラスを信じろ、絶対失敗できんやん、 WBC なんか出てる場合ちゃう、ボラス有能すぎる、ボラスと交渉しないドジャースも有能、藤浪がとんでもないことになりそう、大谷のライバルっていうとケバ2年10億で売れる。